クバトルの解析の始まりです。馬力をかけるよ。馬力をかけるよ。いやいや、はい、こんにちは、こんばんは。あ、 まだセリフ言ってた。はい、こんにちは、こんばんは、どうも、テアルです。今日ですね、まあつい先日までノラバトシーズンだったじゃないですか。まあ、そこで、まあ、大暴れでさ、なんかキャラとデッキ紹介していこうかなと思って、ということで、はい、今日は、はい、キツネヶ崎甘色って感じですね。はい、まあみんな知ってるでしょ、このキャラがノラシーズンめっちゃ暴れたのは。もうこいつが強すぎて、今金アイコン取った上位10人中、結局ポイントを持ったキャラは上位10人中、まあ、7人がアタッカーで、そのうちの4人がキツネかな、4人キツネ使ってたんかな、4人キツネ2人ノクティスかな、あ違ったっけまあちゃんと覚えてないですけど、まあそんぐらい、まあキツネみんな使ってたんで、でまあそれでみんながもうみんなほぼ同じデッキだったんですよね、持ったデッキが。ということで、まあ今回紹介するデッキはこの武術家ディバゼンマジスクっていうデッキですね、キツネので。まあこれの何が強いかとか、まあ何が弱いかっていうのを、まあ一日説明していく、していこうと思います。はい、でまあちなみに言いますけど、まあこのデッキ、まあ、固定だと弱いです、多分、まあ、使ってないんで分かんないですけど、多分弱いです。ノラだから、まあ、このデッキが成り立ってるっていうところですかね、基本は。まあ、あとやっぱ固定だとなおさらキツネって対処しやすい方なんで、まあ、しやすくはないか。もう固定だったらやっぱ通話しながらできるんで、まあ、キツネが超強いキャラになってるかどうかって言われたら、まあ、俺はなってないと思うんですけど、まあ、それでもやっぱノラだったら強かったねって感じですね、このキャラは。で、まあ、このデッキのまあ強いところ一つは、まあ、このマジスクと前提を連切りできるところですね。ノラシーズンって、やっぱりアタッカーが多いんですよ、基本。あ、やっぱアタッカーが一番勝ち筋作れるキャラなんで、アタッカーが基本多いんで、まあ、スプタンがその次に多いんですけど、まあ、その、アタッカー対面って基本もうみんなマジスク入ってるんですよね。なおさら上位だと、もう本当にマジスク入ってない人が珍しいぐらい。もうみんなマジスク入ってるんで、まあ、そのマジスクに対応するために何入れるって言われたらマジスクしかないんですよ、基本。まあまあ、もう一つ回答としてはドルケっていうカードがあるんですけど、まあ、そしたらまあスタンとか食らっちゃうんで、まあ、基本やっぱマジスクにはマジスクが強いって感じで、で、あとやっぱりノラシーズンってことでやっぱキツネが多いと。だからこのデッキ多いんで、ほとんど、キツネ使ってる人このデッキ使ってたかな、マジで。他にやっぱ空掛けマジスク可能でとかはいたけど、まあなんか、まあトロサーモンがこれ一番最初にやってたんですけど、ほんとこのデッキが多くて、で、このデッキの強いところって、キツネ対面めっちゃ強いんですよね。キツネってカウンター発動すると、隙がちょっとだけできるんですよね。発動した後、ちょっとだけ。その隙を使ってなんか倒すって感じですよね。また、こんなマジスク入れて、前転切って、で、これキツネのカウンターが発動した。発動したら、こうやって後ろに下がって、こいつ後ろに行って、こうやって通常に倒しきるっていうのができるんですよね。キツネ相手に。そう。うん、はい、まあできるんですけど、まあそれがまあ今シーズン強かったねって感じ。まあだからまあこのデッキに勝つために、まあ同じデッキするっていう人が多かったね、今シーズンは。まああとはやっぱ何なんだろう、武術家が強いから、うん、武術家が強いから、なんか、まあ、あとどうにでもなるって感じですね。まああと、まあやっぱ上振れ要素として、まあ、敵一人をカウンターだけ倒したとします。こうやってカウンターで、まあ、敵のガンナーに針と武術を使って、こうやって張り付いて、カウンターでポンってやって倒しました。そしたら、こうマジスク前転ディーバーって残ってると、その次の相手を、基本もう負けないんですよね。これ3枚あったら、こうやって。マジスクかけて前転切って、通常。で、相手がダメか張ったら逃げたらいいし、で、相手がダメか切れたら、また武術家の速さを生かして、こうやって張り付いて、まあ、通常倒してみたいな。こういうのがいっぱいできるんで、まあ今シーズンやっぱキツネが強かったなーってところで、まあ実際に試合していきたいと思います。はい。まあ、行こうと思ったけど、ちょっと一つだけ言いますが、このデッキの、まあ個人的に弱いなと思ったところは、本当に、
決定力はない。やっぱカノーネってカードがそのアタッカーにないことでやっぱチームにカノーネがないっていうところが出てくるんですよね、割と。そうなるとやっぱ本当になんかどうしようもない時っていうのがやっぱ来ちゃう。相手がダメか多すぎたら。それこそ同じこのデッキタイマンプラス敵にスプリンターがダメか1積んで、家がとか積んで、さらにタンクとかダメかいっぱいあるみたいな。なんかあると来るとめっちゃしんどい。まあ、あとやっぱりキツネってキャラは、やっぱみんな対処法分かってる人は割と対面全然勝てたりしますね、キツネ対面。だからちょっと、まあ本当に、何なんだろう。みんな強い強い言われてるけど、まあ強いし、実際強いけど、まあ、何なんだろう。このキャラにも弱点はありますよってところですね。ということで、試合の方に行きたいと思います。はい、1戦目マップ、デラクラ。デラクラ4周年。このマップ綺麗だよね、割と。まあ綺麗だからなんだって話なんですけど。ドウドド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 で、味方は、リリカと、キララ。んで、敵が、マリアとデズとアクア。貯められたらやばいな。相手 HS さんに貯められたら割とやばい。ということで、やっぱ起点の強いとこ生かして、いっちゃいます。マークはダメか割られちゃうんで、そこだけ警戒しましょうって感じですね。これちょっと様子見、アクアが触ったら前行きましょう。誰かがあそこポーター触ったら行きましょう、前に。ダメか張って今ますね。これで、努力か。これこれだってリーバー先に貼っちゃいましょう。通常してこないって今は見えたんで。はい、これ通常だけ倒し切ります。はい、ここカウンターしっかり当てる。やっぱこうやって通常してくるタイミングでカウンター発動すると強いと。はい、カウンター、前提張ってこれで、はい、カウンター。それは聞いてないよ。ユララ入ってるのは分かんないって。でも勝ったんじゃない、さすがに。ちょっと待って、デズのユララはちょっと考えてなかったわ。まあ、ああやってこうやって勝つんですよね。はい、キツネ強いと。今これガチで1戦目だからな。1戦目がなんか割と調子よかったわ。まあ、てな感じっすね、キツネの強いところ。まあ、今、強いところ出たんじゃないですか、割と。で、マジスク食らった時だけちょっと対処法難しいんですよね。ちゃんと、カウンターするか、ディーバー張るかは、ちょっと、まあ、その時の判断に多分よるんですけど、まあ、ああいう、まあ、間違いなく可能でないっていう相手はディーバー張った方がいいっす。カウンターするように見せてのディーバーがいいっすね。カウンター発動するとみんな後ろに行くんで、後ろに行くかカウンター発動させに来るかの二択なんで。で、今のマリアの動きは、これはちょっとなんか、ちょっと試合金の忘れてずっと喋りながら言ってるんですけど、マリアの通常は、なんか後ろに行こうとしてる動きに見えたんで、まあ実際どうかわかんないんですけど、だからディーバー先に張って、まあ通常食らわないようにしたって感じですね。カウンター発動するってデメリットっちゃデメリットなんですね、このキャラ。マジスク食らってるとね。ということで、2戦目。はい。はいはいはい。どうしよう。倒せる敵はギルぐらいかな。オミは気合でフルーク合わせるかな。まあ行きましょう。行きましょう。うわー、やばそう。なんかどっか行ったんで。相手がディーバー張ったから、こっちもディーバー張って、数字倒しに行く。うわー、マジかー、倒しきれないか。ポタカイ強っ。っていうか、ジャンのポタカイがちょっとしんどかったな。今のはちょっとユララに、反応遅れたね。これはもう一緒に倒しましょう。戦い使ったし、これ俺が触ったら、デズが殴ってくれるんで。
デズカズ一生殴ってくれたらいいだけなんで。ナイス。デズニー由来見てもらいましょう。残り2分です。で、当たりがやばいんで俺がすぐ援護行きます。これは味方が倒されてしまいました。はい、ちゃんと近距離来ると思ったからそこで読んで、でこれちゃんとディーバでダメージはちょっと防いでいく。でここはちょっと耐久寄りなんで、耐久寄り動きつつ隙があったらちょっと狙いに行きつつ、フルクは当たんないね。はい、これ通常通常、これは殴り殺せる。いいね。これちょっと裏広げたいね。あーでも出づかい。あーどうしようかな。これちょっと前転張って火だめ防ぎつつ、これユララにしっかり合わせる。カノンにもしっかり合わせるつもりだったんだけど、痛い。いやマジスクディーバだったなってか、え、なんでってか、デズと2人なんでかかってるんだって感じなんですけど、え、アタイとかなんでこんな削れてんだ。いやもう、いやこれデズ HS 打ってもらいましょう。溜まっちゃった。これは裏広がったんで裏行きましょう。これ裏取りチャーンス。はい、裏取りチャーンス。ポータルアザース。まあ相手も広がってなかったんで、まあここはポータルもらいっての。はい、これしっかりフルーク合わせる。あ、よう疲れちゃう。はい、こういうことですね。はい、まあ初手ちょっとミスっちゃったけど、まあこうやってでも、まああそこ2対1誰かが援護来るまでは多分耐えてたんで、本当はね、多分当たりが多分やられた後にすぐちゃんと敷いてくれたら、なんか知らないけど、え、じゃあ当たりは違うか。じゃあデズがやられた後に、でもなんか当たり死にそうだったんだよな。なんか当たりがだんだん体力 B だったかちょっと分かんないんですけど、はい、まあまあ、こんな感じでね、やっぱカウンターしてくると強いよって感じで、もうなんかちょっともう切るのめんどくさいんで、2枠だけしかやってないのに、ちょっとどれこれ、いや終わっちゃうか、ちょっとめんどくさいんで、まあ今回ちょっとつなげないでもパンパンやっちゃうんですけど、はい、まああんな感じでやっぱカウンターは慣れっすね。基本は慣れていけばやっぱああやって何なんだろう、カウンターしていけるんで、まあ狐はやっぱ使うことっすかね。一番は上手くなるためにはで、まああとは相手の思考を読むかな。ここでフルーク打ってきそうとか、ここでダッシュしてきそうとかは読みっすね。基本は俺はまあ読みっていうか、まあ基本はなんか読みで HA 構えつつ、まあ見てから合わせることもできるんですけど、もちろんこのキャラ、まあ、でも基本はやっぱ読みでやってる人多いんじゃないかな。まあ俺はまあ基本読みでやってるんですけど、グスタブの号令とかも、タイマンとかだったら全然、あのね、見ながらできるんですけどね。見てから合わせれる HA カウンター？うん、できるんですけど。解くと味わうがいい。ってな感じで、また同じマップなんで、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 なんで。記念チュンリーとかはめんどくさいね。ということで、おいせん。どうしようかな。まあ、チュンリーが何かによるんですけど、あ、待って、ディバハラ、これマジスクだね。これ動き倒しきる。俺が触りましょう。これは俺死んでもいいんで触りましょう。 OK、 これ通常来るね。あ、ナイス。あ、レンジ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 入ってんのかーい。レンジウララ引き連はないと。これはダメか張って、ダメージ回避しつつ、で通常殴っていくと。
動き的に、あ、だ、いいね。これでこいつ使いながら OK 落とす。はい、これ落としきれる。ナイス。俺が触ろう。いや、もういいや、これ裏タイマーしばこう。もう誰誰誰誰、タイマーしばいたら勝てますね、これは。張って裏らは来ないと。あ、もうガン逃げか。これ A まで行っちゃいましょう。 A で敵積みましょう。もう地道に削っていきましょう。でこれすぐ離してダッシュは読み、これ D、ま、これ通常落としきれる。でこれでマートイちゃんと積みましょう。てか取り切ろう、これ取り切れるね。でフルークが来るタイミングは大丈夫で、これしっかりカウンター波動させる。通常来る。でこれダメか張ってちゃんと通常で倒しに行くと。でもこれ C 取れてるんで OK。 これも時間稼ぎ。ここでこれ2人釣ったらもう残り30秒で、はい、 C 安定したと。で裏はちょギエルに任せちゃっちゃっちゃの任せちゃっちゃっちゃでいきましょう。あ、ナイス、マジ最強。はい、はい、通常通常、はい、待って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 、はい、こっちからレンジ合わせる。はい、完璧。お疲れちゃん。でカウンターが発動してるから通常長いと。はい、長長の長。はい、ナイス。まあでもこのデッキのまあ一番のまあ大事なところはやっぱマジスク外さないことっすね。一回マジスク外すだけでなんかもう負けにつながりますね、このデッキ。さっきこの試合一回外したんですけど。ってな感じで、まあ一回外したからこそこうやってなんかちょっと初手劣勢になっちゃったって感じですね。444。ナイス !GG! ってな感じですね、カウンターの、あ、まあカウンターの合わせ方はね、もうほんと、慣れなんですよね。はい。本当になんか3戦ともなんかうまくいったな。証拠とかじゃないけど。証拠とかじゃないけど、はい。3戦しかやってないよって。ってな感じですね。皆さんも甘色使ってください。慣れましょう、一緒に。このキャラ強いんで。まあ、下方入るかもしれないですけど。でも、まあ、敵に甘色がいたら、ちょっともっとなんか欠点とか喋りたかったんですけどね。まあ、今回いなかったんで、まあ、今度、動画撮ります。じゃあ、甘色の倒し方とか。甘色で対面とはみんな苦手な人多いと思うんで、甘色の倒し方も今度動画にしたいと思います。それじゃあ、今回動画はここまでです。また次の動画で会いましょう。それじゃあ、バイバイ。バイ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